駿河屋ウィー福袋ジャンクで遊ぼう前編続ゴソゴソアンマン今日のアンマンちゃんでございます。今日もねゴソゴソしてますもうねここに入りたくて入りたくてねおねだりするんですよね。開けろと、ここ開けてくれとね、なんか楽しいんでしょうね。まあ楽しそうで何よりです、アマンちゃんここのね丸いのを出したいらしいんですけどなかなか出なくてね苦戦してます。まだ生後8ヶ月です。どうもアマンです。それでは本編スタートです。ちーちゃんです、こんにちは、元気ですか今日もね、中古福袋ジャンク Wii 10本セットっていうのをね駿河屋で売っていたので購入してみました。7月31日に作ってるみたいね、結構新しい福袋になります。価格はね2280円とちょっと高めのジャンクなんですよ。1本あたりね、228円ですからね。まあ、実際には多分、おまけが入ってるんで、1本200円程度って考えてもらえるといいかな。さあ、開けていきましょう。こちら、ダンちゃんでございます。スパッとね、切れますけどね。手は切れない、ダンちゃんでございます。あれ10本しか入ってないね。というわけでじゃあ今回も半分ずつ開けてみましょう。さあ行きますよ。1本目です。ウィースポーツリゾートですね。こちらね、一発目からこれが出てしまって動作確認をするんで、いろいろ試していたんですが、実はねこれ初期型の Wii じゃできないんですよ。なぜかというとね、モーションプラスっていうなんか機能がないと、コントローラーの方にモーションセンサーがねないとできないみたいなんですよ。でそのためにね、ちょっとコントローラーをね、買うまで、この動画がちょっと作れなかったんですけど、やっぱりちょっとゲーム画面見てみたいじゃないですか。というわけで、購入してみたんですけど、モーションセンサーにはね、2種類の方法があって、まず1つ目が、そっくりね、もうリモコンごと、ウィーリモコンごと交換する方法。それと、旧リモコンにモーションセンサーをつける方法。この2種類があります。ですからね、もしこのゲームをやってみたいなーって思った人はね、ぜひちょっとコントローラー確認してみてください。コントローラーの下の方にね、ウィーモーションプラスって書いてあれば、問題なくこのゲームできます。というわけで、これこうマップが入ってましたね。いや、いろんなゲームがあるんでね、これも楽しいと思いますよ。で、ディスクなんですけど、やっぱりね、Wii のディスクはね、ダメだね。子供が扱うんで、どうしてもね、傷がすごいけど、深い傷はないので、多分ね、動作には問題ないと思う。まあ、傷ついてること前提でね、購入してください。まあ、というわけで、Wii スポーツでございました。2本目ですね。さあ、こちらでございます。Wii Fit Plus ですね。まあ、こちらはね、まあ、ダイエットゲームかな。ネットそば280円なんですけど、
これはね、ジャンクボックスにたくさん転がってるんでね、実店舗行けば100円で買えます。こちら Wii Fit っていう機械が、いりますけれども、こちらも安ければね100円で手に入ります。 Wii Fit ね、私のやつも100円なんでねまあ一応体重測ったりとかバランス測ったりできるそんな機械ですけどね、結構安く売ってます。しかも重いですよ車で行かないときついかもしれない。まあこちらはね、その装置つけないと画面見せられないんであれなんですけど、ちょっとしまい込んじゃっててね、お見せできなくて申し訳ございません。こちらはね傷がないですね、ほぼね大丈夫でございました。 Wii Fit Plus でございます。まあヨガとかね、フィットネスができるっていう書いてあるね。まあそういうゲームです。Wii Fit っていう機械を買うとね一緒についてきたりしたのかな。まあこういう機械ですね。まあぜひ、やってみてください。出しっぱにしないとね多分やらなくなると思う、初めての Wii ですね。こちら Wii についてるソフトですよね、確かね。ネット相場260円ですね。こちらね、まあミニゲームが入ってたりするんですけど、まあそこそこ遊べますよ。Wii のコントローラーのね、使い方を学ぶためのソフトが結構入ってます。こんなことできるんだよ、みたいな。こういう、シューティング系とかね、これが結構ね面白いんだよな。楽しかったまあですからね、みんなで遊ぶにはね結構面白いと思いますよ。まああとヌンチャクつけたりとかね。まあヌンチャク別売りだったんじゃないかな。傷はね大丈夫っすかな。あ、あるね、傷ね。やっぱりね、ちょっと、なんて言うんだろうね。お子さんがいじるから、だいぶ傷だらけだよね。でもね、動作には問題なかったですよ。まあ、これ前提でね、Wii のジャンク福袋買ってみてください。ちょっとね、汚れがひどかったんで、アビリティクリーンでね拭いときます。ほら結構汚いでしょ。どうかな、これ1本200円でしょニュースーパーマリオブラザーズ Wii ですね。さあこちらは、マリオブラザーズのなんていうんですかね、新しい感じなのかな。ネット相場990円ということで、これは当たりかな。まあ新しい要素が入ってたりして、面白いかな。 Wii リモコンをねグイッとこう上下させると空にプロペラで飛んだりするんですよ。今画面に出てますけど、ですから Wii コントローラーをうまくね、使って、まあ、進めるマリオということで、ニュースーパーマリオブラザーズっていう形になってるんだと思います。これもね操作意外としやすかったですよ。まあさすが任天堂というかね、そんな感じですね。やっぱりコントローラーの特性をねよく知ってるのはね作っている任天堂本人ですからね。これね結構ハマったわあ、アンマンちゃんが出てきた。どうもアンマンです。傷の方ですけど、これはもう傷だらけですね。でもね深い傷はないので動作には問題がなかったです。やっぱりね Wii とあとゲームキューブあたりはねもう傷だらけだと思って福袋買った方がいいと思いますよ。まあ高いの買えば別だけどね。
ジャンクという意味ではもう傷だらけのものが多いと思います。うん、ニュースーパーマリオブラザーズでございました。あっち行けと、うん、ここは俺の戦場だと、うん、ちいさんがね叱っております。さあ次行きましょうか。次でございます。次は428ですね。封鎖された渋谷でっていうことで、こちらはねアドベンチャーゲームなのかな。うん、このゲームがね結構好きな方多いんですよ。こないだツイッター見てたらね、ちょうどやってる人がねツイートしてましたね。うん、もうこれが大好きでずっとやってるっていう人がねツイッターしてました。やっぱりね出てくる人かっこいいしね、話もまあ面白いというか、なんか誘拐されたね、こう助けるって話なのかな。身代金持ってね今、ハチ公前に立ってる女の子なんですけど、可愛いですよね。誘拐事件発生って書いてあるもんね。うん、そういうことみたいです。ですから一応サンドノベルのゲームみたいなんですけど、まあ実写なんでね結構よくできてると思います。選択肢によってねだいぶ、エンディングも変わるのかな。さあ傷の方はどうかな。これは大人向けだからな。ほら傷がないでしょ。大人向けのゲームはねほぼ傷がないんですよね。まあ、というわけで今日渋谷は崩壊するでございました。これじっくりやってみよう。さあ次でございます。次はこちら、おまけ入ってましたやっぱり、スーパーモンキーボールウキウキパーティー大集合ということでね、猿がウキウキするゲームです。ネット相場390円ということで、売られてるみたいです。ミニゲームがたくさん入ってるみたい。やっぱり傷がすごいね。野球にスノボにいろいろね入っているんで、皆さんちょっと面白そうだなと思ったらね購入してみてください。そんなに高くないんでね。こういう砲丸投げもあります。まあ Wii のゲームとしてはね結構面白そうでしょ。やっぱり Wii のゲームはねパーティー系が多いんでね、ちょっと開けてて楽しいですよね。というわけで、こちらですかね。で当たりはやっぱり428かな。これを小さく持って帰るって言ってますけど、ダメです。これはダメですって。いや持って帰ると、ダメです。小さくダメですよ。待って。というわけでバイバイとちいさんが言っております。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録コメント評価いただければ嬉しく思います。やっぱりね Wii の福袋は傷だらけのものが多いですね。ただパーティー系が多いので開けてて楽しいですね。